動画を見るときは、部屋を明るくして、画面を見続けすぎないように、注意しようぜ。ピョンタプロデューサーからの以下のお願いを確認の上、この動画をご覧ください。ケイハンナから聞いた通り、今後はシングブレーダーが影を握るのはいいとして、俺ら鉄道車両もシングブレーダーになるとか、そんなことも視野に入ってるんかな。見たところはプロデューサーを含めたバトラーに限定されているな。今後もその状態なんじゃないかな。車両に施したって何も起きないだろうに。その件だけど、プロデューサーたち、ルミナリエの写真を並べてたんだ。きっと新たなプロジェクトを立ち上げているぞ。何を企んでいるんだ？何なのかはわからないけど、ルミナリエっていう名前でプロジェクトを立ち上げてるみたい。それで大隅系統を制圧、ってスターアットの会長は意気込んでた。きっとグラちゃんの力を応用するのね。ルミナリエもグラちゃんも何なのかは知らない。でも、大きな出来事なのは確かだな。それにしても、さっき赤田組に関する話を会長から聞いたけど、すっげー面白かった。これまた例のラッピングの車両をいじり倒してた。なんでこうなるわけ？どんなラッピング？この編成たち、月級ラウンジに展示されて以来、何も変わってない。あいつらか、JR から事情を伺ったぞ。月級ではネタキャラ扱いされてるそうじゃない。きっとよからぬことをやらかしたんだね。あれだ、打天使の悪運が、たたったんだよ。てか、なんだよ JR 東の電子レンジって。悪運、あいつら、運が悪いの？ヨハネちゃんはね、元は天使のキャラなんだ。だけど、運がないから、打点して、今の形になったんだ。かわいそうね、ヨハネちゃん。という設定さ、これが命取りとなって、月球でも立派なネタキャラさ。さっちゃんの替え歌で言ったってわかるかの、てか、どこからやってきた。さすが電子レンジ、頭の動きも機械のように、狂ってるのね。狂ってるてなんだよ。完全に電子レンジ扱いされてるじゃないか。わけがわからないよ。いっそのことさっちゃんに足回りを切り取ってもらったら、お祓いを受けてらっしゃいな。近くに神田神社があるわけだし、好都合ね。じゃあ。いずれにせよ、こいつらの中の誰かの悪人で、ネタキャラ扱いされてるのか。それもそうだけど、施設グループはユニット全体を、使い果たすくらいまでネタ扱いしてる。そのようなユニットがネタキャラ扱いで、随分過激なことをやってるんだね。季節の環境、敵も仕掛けも化け物揃いで、ほとんどのアニメキャラがネタキャラ化してしまう、過酷なレベルらしい。過酷なの？相当危ないぜ。七俳優ですらグロッキーになったくらいだからな。あの妖精たちね。変な叫び声がものすごいインパクトを残したからすぐわかるよ。なんだこの声、
セミか？フェアリーフィーという名の妖精の声らしい。しかし、その妖精は殺害された。なんじゃそりゃ、どんだけヘッポコ妖精なんだ。それより、あまりにも過酷な環境のせいで、ネタキャラが続出したというけど、その新しいプロジェクトも、例外じゃない、マドリガルの人とか言った、わけのわからない存在までいるんだ。大丈夫、ルイナリエについては、まだ詳細が明らかになっていないから。どっちにしろ、その新しいプロジェクトは、ルミナリエという名称で、動いてるわけね。しかし、わざわざ大隅系統制圧のために、新プロジェクトを立ち上げるには、他にも事情があるんじゃないかい？そういえば、さっきシングブレイダーとか言ってたな。言ったよ。それが怪しいのは、誰が聞いても明らか。プロデューサーに聞くのがいいがな。そのルミナリエにシングブレイダーが、絡むのは、察しがつくけど呼ぶとしよう。カモーン、プロデューサー。呼んだ車両は VH27 か。まさかのスターアットの会長、ヨシアキのやつが来ると思ってた。呼んだ車両がびっくりしてどうすんねん。シングブレイダーがルミナリエの攻略の鍵を握ってるんやって。それもそのはずやな。季節側のバトラーの事情も絡んでるから、どうしようもあれへん部分もあるんや。キーワードに小フォームと石切り中高弾があるから、要チェックやで。石切り中高弾、季節側で石切りに各州を抱くようなことがあったのか、それだと月中のスタジオを石切りに置いた理由の説明にならないのでは。それぞれ使い分けがある。それだけ残っちゃ。それで、神戸ルミナリエの写真を並べてたのは一体、スノハレの意義とブラちゃんの今後について話し合ってたところ、今となってはスノハレの意義に疑問が出てきてる以上、以前のように季節側単独で動かすというのも検討中なんや。スマリーの件もあってのこと。そうやな。スタジオ収録も妨害され、真犯人撃退もフェアリーフィーたちに翻弄されてと、スノハレを用いる意味が一気に薄れてしもうた。考え直す条件は、やはりというべきやつとの件やな。仮にあの人がフェアリーフィーと同一人物やったら、さすがにオーバーな気がするけど。いや、うすうすと気づいてたんや。フェアリーフィーの正体があったちゅうことを、いつの間にか変身してたんや。気をつけてくれよ。現地は何が起きてもおかしくないぞ。あの人がどこに失踪してるんかはわからへんけど、必ず会って一連の件の闇を暴いてもらうんや。闇といえば、こっちも定期利用率が大手再開という事実が明らかになったのが記憶に新しい。なんや、近鉄が再開やったん。2010年代、近鉄は一度も通勤型車両の発表をしてなかった。その闇が出てたとは。一極集中に泣かされた施設、近鉄、こいつに関しては後の機会で取り上げるつもり。考えてみたら、地元が一旦日本の一極集中に泣かされたようにも見えるからな。逆にトヨタ周辺は今、波に乗ってるようなもんか。さて、グラちゃんについてやけど、今後は新たなスポットを紹介して、そこでも展開するつもりでおるんや。何回のラピートが PR しすぎなんだよ、あれ。2015年から4年連続やで、4年連続、中之島が止められて、なんで向こうは止められへんねん。それが命取りとなってしまった回まで出てきてる。2017年度あたりに、新たなスポットに行ってたら、あのグダグダな回にならず、新規開拓として注目されてたんや。それでだけど、グラちゃんを通じてわざわざ新プロジェクトを立ち上げるあたり、相当あの人を意識してるんだね。あっとのことやな。フェアリーフィーの存在で改めて気づいたんや。あの人がグダグダやと、こっちまで影響が出てまうとな。あと、アクアのラッピングがユニットもろとも、ネタ扱いされてるそうだけど、どういうこと？あれか？あれは各企画内で盛り上げるためにあるようなもん。いわばエンターテイナーやな。スターアットの会長がそう言うとは。その件だけど、最近の放送のユーモアが足りないと季節側から指摘が入った影響も大きいね。時々変なことをしてくるから、ネタキャラ扱いされる傾向が強まっとる。中には衣装でもネタにしてくる過激なものまで出てきてるで。
かも、今回のルミナリエも該当しとる。は、新プロジェクトもですか。ルミナリエでもアクアがネタ扱いせ、そんなにヨハネちゃんの糞が響いてるのね。しかし、設計図を見たところ、ネタに使われる要素がないですが。そのルミナリエで絡んでくる曲の衣装とか、そういった背景も勘案することが重要だね。聞く限り、グラちゃんに対する、スノハレのように、ルミナリエも何かしらの曲が重要になるだろうな。そもそも、こんなことが起きた要因が知りたいところ。おいおい、なんでこっちを見ながら言うんだ。やってることが俺と同類だというのかい。思い当たることがあったで、衣装云々は小フォームの件から厳重警戒に当たってる。それがかえってネタにされやすくなってるという口なんや。20年前に暴れていたという、へんてこなギャングか。それで、企画で組み合わせる曲の衣装も徹底的にチェックして、で、今回、どう見てもへんてつもないはず。これを見て変哲もないと言えるか。 E233K1000 番台がまさかの発言、すっげーやべーフラグが立ったぞ。これは未来チケットというのね。肝心のあのに編成がいないから説明がつかないけど、これを見て思ったのですが、ハイヒールって随分踊りにくそうですね。俺やと即用足回りをくじいてまうで、下手したら運用につけなくなりそうだな。ハイヒールだから踊りにくそうなのはいいとして、パルナスの乗客がショーフォームを思い出したと言ってるよ。ミラチケか、この曲は今回の件と因果関係はあらへんな。じゃあ、何が影響しているわけだ。7月は季節サイドで新たな企画が次々と始まっており、その一つに送信のマドリガルちゅうのがあって、ミラチケはむしろそっちに影響を与えとる。送信のマドリガルで関連してるんだ。どのタイミングで？マドリガルスタジアム、あの周辺とかがクセモノやな。マドリガルスタジアムで大きな出来事が待ち構えてるんだね。ただその送信のマドリガルスタジアムから直通先として、グラちゃん、果てはルミナリエが採択されることが多いから。それであの曲がルミナリエに関連しているという錯覚を作り出してしまったのか。それを聞いて少し安心しました。変なことが起きるのではないかと悲観視していましたので。しかし、それだとシングブレーダーや意識リ中高弾をキーワードに挙げたのに説明がつかない。そういえば、そんなことを言っていましたね。ここまで来たら、あとはその原因を作った要素を特定することかな。それこそショーフォームや意識リ中高弾が絡んでくるんや。その曲、実質長袖足すショーパンが多数派やろ。ざっくり見ただけだとそんな感じに見えないけど、何か不都合なことがあるの？ミラチケに限らず、季節のバトラーは、シングブレーダーになっても長袖足すショーパンが嫌いな奴がほんま多いで。俺たち男子が実行したらダサくて、即ネタキャラ行き深い。車両がそんなこと言っても、説得力ないじゃん。ただ、その原因を作ったのがショーフォームや意識リ中高弾なんは、紛れもない事実。長袖足すショーパンちゅうのが、ショーフォームを連想させるらしいんや。とは言うけど、俺らからしたらそこまでイメージがつかへんけど、赤だ組が意識リ中高弾と対立関係にあるのはパルナス界隈で有名な話。意識リ中高弾は、ファンスルック思考が強かったそうや。それに対抗するために、赤田組の女子バトラーはわざと、ミニスカ思考にしよった。ものすごく奇怪な話だけど、長袖プラスショーパンがダメなのは、こういった背景があるんだな。もっとも、パルナスのバトラーは全体的に、身長が高めだから、あの衣装の組み合わせはさすがに、無茶が過ぎる気がする。ミニスカ思考の方が無茶過ぎる気がするんだけど、実質長袖足すショーパンが多数派というだけでネタ扱いされるのですか。恐ろしい界隈ですね。しかし、あのユニットのネタ扱いは別の要因があるのよね。ヨハネのやつが不運だからネタになりがちなんだ。ああ、あの子ですね。全体的にパルナス界隈は都心部も多いけど、敵も含めて環境が過酷で、日本のアイドルユニットはおそらく、ほとんどがネタキャラ化されるくらいなんや。とはいえ、アクアの場合は、ヨハネの不運でネタにされた。
そんな節が強なってるのも、事実。一応、設定としての純粋な天使。それもなくはないけど、風俗性だけはどうにもならへん。難儀な話だな。忘れてたことが一つあったぜ。さっき言った送信のマドリガルと、ルミナリエは、端っこ同士で繋がってるんや。その境界線がマドリガルスタジアムで、ケイハンナも合流してるで。こちらでも中原ケイハンナ線という名で、月鉄川で企画を展開してるんだ。とりわけ、マドリガルの人についても事情は知っていて、ダージリンというバトラーが招待さ。いろいろと動いてるけど、一番気になるのは、大隅系統の動きね。何か大きな動きがあったのかな？この前は第一次大隅戦争が、勃発、元月鉄バトラーのサタンメアの、領域の進行を着々と、進めてったぜ。あとはあいつらの基地を制圧できれば、袋のネズミにできるんや。そこまで行ったら、俺らが一斉に取り押さえちゅうこと。一番の目的は、住人に出会って、これまでも敬意を引き出すこと。アツト創始者？あの人なら最近は軽犯なに、よく出没中だが。地元に帰ってきたのか。それで、どんな状態だ？それが一番問題。なんとも言えない状態だったな。随分と野心的だった。野心的って？フェアリーフィーという妖精が、殺害されて以来、失踪したんじゃなかったの？この前、こっちにも出没してたんだ。スターアットの会長を避けるようだったが。まあ、スターアットの会長が多忙で、パルナスにいることが多いから。実際、それが要因で聖和園でも、名誉会長となったという背景があるくらいだから。とは言っても、パルナスは週に3日休みだから。その気があれば会いに行ける気が。じゃあ休日だったらいくらでも会いに行けるじゃん。実行したという話は聞いたことない。わけがあるようだけど、その気があれば。普通やったらそう思うバトラーも多いけど、今のあの人はじわから俺に会いに来ると思われへん。というのも、あの人からすれば俺が七範を奪ったと思ってる以上、根を持ってるはず。それが原因か。しかし、あの妖精はもう元の惑星に帰還した。だから自ら会いに行ってるわけね。それもどこに行ってるかがわからないと。平日に出向けるタイミングがあったら着く形で、あの人の元に行けそうや。特に今は臨時の超特急、大夢人に着きやすい時期やから、どこにでも出向ける状況なんや。よっしゃー、ここまでチャンスをつかみ取れたなら俺たちも、加勢しよう。ATSC を使ったって、あの人はまずやってこない。それならこっちも捜索しよう。見かけた時は会長に居場所を知らせるという方法でどうだ？首都圏に逃亡しても俺らが知らせるから、会長もここに来る。そういうメカニズムか。その当日、会長がどこにいるかで、制裁が変わってきそうだけど。その時はこちら側の運用スタイル、大系統で、目を光らせるつもりでおるで。特に近鉄や京阪、阪急あたりは要チェックやな。特に5820系が、休日の4133の、筋についた日が大チャンスだ。休日の4133か、サインリスト伝説でおなじみの、筋やな。次、5820系がその筋に、行った時が狙い目やな。この機会に言っとくけど、シングブレーダーのコンサートバッジは、胴体に埋め込むような形で装着され、バトラーによって形もまちまちなんや。これがシングブレーダーのコンサートバッジか。体に移植という危険な行為じゃなかったから安心した。何はともあれ、あの人が今後の鍵を握るわけだな。うずうずするのは初めて会うからかな。待っていておくれ。みんな、アツト創始者に会いに行くのだ。私とあなたは出会ったの。何気ないことで心震え。